さあ、こちらのこちらのチャンネルはカレー動画を届けているチャンネルです。よはい、本日はですね、車屋さんに行ってまいりました。こちらのお店は、JR 船橋駅駅前にありますお蕎麦屋さんでございます。クエスチャンネルでも好評なお蕎麦屋さんのカレーということで、こちらですね、先日ご紹介した佐賀谷さんお蕎麦のチェーンがあるんですけど、そちらのチェーンではないんですが、すごく似ているという、そして車屋さんもチェーンではないみたいな感じなんで、まあちょっとその辺わかんないんですが、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。車屋さんは食券機、隣にはすぐタッチ式のもあります。10種類を超える丼物の中からカツカレー、冷たいお蕎麦の中からたぬき蕎麦を注文し、食券を持っていくスタイル。そしてこちらが注文したカツカレー単品にたぬき蕎麦。カツカレーは小判型のカツが3枚、そして器もなかなか深みがあるのでそこそこのボリューム。冷やしたぬきそばは生卵をトッピングしてみました。早速いただきます。それではカツカレーのカレーから一口。しっかりとカツオの出汁の効いたカレーで本日もうまし。カツはお肉が柔らかく、衣もサクサク、出汁の効いたカレーといい相性。カレーには具材に鶏肉やお揚げも入ってました。お蕎麦は太めの平打ち、しっかりとコシのあるタイプで、個人的にものすごく好みな蕎麦。先日ご紹介した佐賀谷さんとそっくりな蕎麦、営業スタイルも似ていますが、実はあまり関係がないそうで、どちらかというとインスパイア系といったところでしょうか。今回は単品カツカレーに単品お蕎麦なので、お会計も1000円を超えましたが、セットにするとなかなかリーズナブルなのでおすすめ。朝から空いてるので朝食利用も可能です。本日もきっちり完食、ごちそうさまでした。出汁感がすごい、結構かなり出汁の引き立つようなカレーでございました。ちょっと残念だったのはご飯がまあちょっとっていう感じだったんですが、まあそこはタイミングかなといった感じで、カツはね、サクサクで大判なのがもう3つ乗ってましたので、で600円かなりのボリュームって考えたらなかなかリーズナブルじゃないかなと。たぬきのもうやっぱりお蕎麦はね、まあ、僕個人的には太めのこの腰がしっかりしてるパターン好みなんですが、そちらのお蕎麦でございました。たぬき蕎麦なんですが、しっかりも楽しめますし、生卵追加して、まあ、トータルでちょっと1000円ぐらいになっちゃった、まあ、1000円超えたんですが、セットにすると600円ということで、すごくリーズナブルなお蕎麦屋さんになってます。このカレーもうまいし、やっぱお蕎麦との組み合わせ最高でございました。はい、というわけでカレーに取り組んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また次回、バイバイ。